いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思います。それでは本日の3問をご覧ください。はい、それでは11月21日の3問に入ります。時効の問題です。10年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有した者はその所有権を取得する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、まず平穏かつ公然にと、これどういうことかっていうと、まあ、平穏っていうのは、まあ、暴力によらずっていうイメージですね。暴力によってその土地とか建物とかを、まあ、占有しているっていうのかな、使っているとかじゃなくって、もう自分のもんだと思い込んで暴力とかにもよらずに占有していると。で、さらに公然にということなので別に隠してもいないと、もう公な感じで隠さずに人のものだけども自分のもんだと思い込んじゃって使っている、占有していると、そういった場合、所有権を取得する丸か×かという問題です。で、答えは×なんですね。これなぜかというと、ルールが2つあるんですよ。1つ目のルールっていうのは、占有者が占有を開始した時点で善意無過失の場合、つまり他人のもんだと全く過失なく知らない場合、この場合は10年経過することで時効を援用して所有権取得できるんですね。時効を援用するってどういうことかっていうと、10年経過したからもうこれ自分のもんですよっていうふうに、まあ、主張すると、権利を主張する、まあ、これが時効を援用するということなんですね。で、もう一つのルールっていうのは、悪意もしくは有過失だった場合、つまり占有者っていうのが他人のもんだと分かっていて占有していた、もしくは他人のもんって分からなかったけども、それ落ち度あるよねと、知らなかったとしてもそれは落ち度がある、過失がある、そういった場合っていうのは20年経過しないと所有権を取得できないんですね。つまり一概に10年間所有の意思を持って占有したとしたとしても所有権を取得できるとは限らないということなんです。この青文字の悪意もしくは有過失だった場合は、10年経過したとしてもこれ、自己取得できませんので、だから答えは誤りだというふうになります。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問2です。 A が宅地建物取引業を営もうとする場合において、 A が信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、A が信託業務を経営する銀行であるときは免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。前半部分ですね、 A が信託会社であるときは免許を受ける必要がある、これが誤りです。信託会社であったとしても信託業務を経営する銀行であったとしても、どっちも免許を受ける必要はありません。これらの会社とか銀行、まあ、金融機関ですよね。っていうのは、国土交通大臣に届け出をすれば、国土交通大臣免許を受けたものとみなされるんですね。だから免許を受ける必要はないということです。届け出だけでいいんですよということです。イメージとしては、〇〇信託銀行と、まあ、いうような名称を使っている金融機関多いですね。通常の銀行ではないんですよ。ちょっと郊外に行っちゃうと、この信託銀行ってないんですけれども、大きな駅前とか、にはですね、信託銀行あったりしますので、近くに行った時は、ぜひ確認していただければと思います。で、免許が不要なもの、これは誰でしょうか？国とか地方公共団体、独立行政法人都市再生機構とか、住宅供給公社とか、あと信託銀行、信託業務を経営する銀行。まあ、これは3種類はもうまとめて覚えた方がいいです。まあ、これも効率的な勉強法の一つなんですよね。もうまとめて覚える。まあ、今回の問題は3番の内容なんですけども、これだけ覚えるんじゃなくて、もう全部ですね、一緒に覚えちゃう。まあ、覚えようと思っても覚えられないんですけれども、何回も復習することによって、これまとまって覚えられるようになってくるんですね。もう3回、4回、5回って復習すると覚えてきます。なので、もうまとめて何回も勉強するということが重要なんですよね。もう一個一個バラバラにこれ覚えちゃっていたら、もう試験前にどっちだったっけってなっちゃうんですよ。だからまとめて覚えちゃうということですね。覚える意識を持って勉強するということですね。で、メルマガでは無料なので、もうたまにしか効率的な勉強法、具体的にお伝えはやっぱできないんですね。
そうなってくるとやはり不十分なんですよ。なんで、もう次こそ絶対合格したいという方は、個別指導ぜひご検討いただければと思います。個別指導では、効率的な勉強法をどんどんお伝えしますし、こういったところは一緒にこうやって覚えましょうとか、対比して覚えましょうとか、答えはこうやって導くんですよとか、まあそういったところまでもうお伝えしておりますので、絶対合格したいという方は、個別指導で学んでいただければと思います。で、3番ですね。防火地域内または、準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造によるものについては、その外壁を臨地境界線に接して設けることができる丸か×かという問題です。答えは丸ですね。防火地域内とか準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のもの、つまりまあ燃えにくい構造なんですよね。外壁が。でそうなっている場合は、その壁について臨地境界線、つまり隣の土地とのこの境界線に接して、つまりもうギリギリまで近づけることができるんだと、まあ、いうことなんですね。で、ここでちょっと思い出してほしいルールがあって、それは民法なんですよ。民法では、建物っていうのは、臨地境界線より50センチ以上の距離を置いて建てなければならないんですよね。これ矛盾してますよね。民法では50センチ離せって言ってるのに、建築基準法では、境界線ギリギリに接して設けていいんですよと言ってるわけですよ。で、これどうなのと。これどっちが適用されるのというと、これは建築基準法が適用されます。で、民法っていうのは一般的なルールであって、個別具体的なルールっていうのは建築基準法で定めてるんですね。だから個別具体的なこっちを優先するんですよ。だからまあ今回の場合で言ったら、境界線ギリギリに接して設けることは可能だということになります。まあこのようにつなげて考えることができれば、あ、そういうことなのかってなりますよね。で、この感覚が脳を刺激して頭に入っていくんですよ。で、この感覚をぜひですね、個別指導で多くのポイントで体験していただきたいんですね。そうすれば実力が上がるのも当然なんですよ。なんでこのように理解をしながら勉強したいという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄ですね。この下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、今回お伝えをした解説は無料解説になります。宅建合格に必要な関連ポイント、理由付け、具体例、こういった理解学習については無料解説ではなくて個別指導で解説させていただきます。もしあなたが宅建合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、勉強の仕方だったりとか勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。で、私のメールアドレスについては、この動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。